ってる人もいるかもしれない。なんかね、あ、すごきそばの出汁、はい、何で取ってんのか、多分カツオベース、うん、カツオベースで、アゴも入ってんじゃねえから、この味の濃さっていうか、あ、再現す再現しようと思うけど、これはどうやって何をどうしたらいいんだろうっていう。でもそんなに、なんかソースとかで煮込んで、そういう辺の肉の出汁とか使って、あ、一緒に、はい、何でしたっけ、軟骨でしたかね、軟骨なんか似たやつですよね、柔らかさ、正直話すると、あ、なるほど、あ、ソーキ軟骨って書いてあったな、そういや、あのレトルトパックに。沖縄料理って豚肉が多いんですよね、どちらか牛肉とかより。あ、マジっすか、バイクの話よりそういうの俺楽しいかも。いバイクの話難しいから。難しいんで分かんないですけど、異文豚肉が多いんですよ。おー、いろんなもの。なんか異文化コミュニケーションって感じで。豚料理が多い。あまりその。味は濃い、味濃いで、あれ、いろんなやつ味濃いですね。味薄い料理ってあんまないかも。あ、じゃあ沖縄って相当いいところじゃないですか。単純な思考なんで僕。味濃い。感覚というか。